はい、お疲れ様です。本日は以上の行方をやっていきたいと思いますけれども、ちょっとね、最新情報、奈良の今の現状、ある病気が流行っております。それは後でお伝えいたします。では行ってみましょう。ありがとうございまして、こんばんは、田舎の青年カズマです。よろしくお願いします。やってきました。今日もね、撮影日あいにくの雨っていうことで降っておりますね。今日ね、6月の14日、ストロベリームーンっていう月の見える日なんですけれども、今日はあいにくの雨で全然見えないと思いますけれども、満月みたいですね。はい、理想を語る、その月に向かってこうなりたいっていうのをピックアップして伝えれば願いが叶う、はい、そんな日らしいです。でも置いといて、今日なんですけれども、はい、育苗をやっていきたいと思います。だいぶね、いい感じにお苗さんたちも出てきてはいるんですけれども、今年はね、ある病気が蔓延してるみたいなんですよ。はい、30年ぶりみたいですけれどもね。それは何か、幼病、はい、出てるみたいです。実際ね、今日はね、僕んとこもね、出てるんで見ていただきたいのと、はい、どういった経緯で出てきたのか、また今後ね、こういったできたらどうしたらいいかっていうのをお伝えできればなと。前回温度管理について説明させていただきたかったんですけれども、ちょっと今日は緊急動画でこちら撮らせていただきたいと思います。はい、もともとね、幼病ってね、根の痛みのところから出ていく病気なんですけれども、まあ、その経緯というか、まあ、去年もね、蝶々出てたんですけれども、今年は元々の親株から出てたみたいで、それがちょっと待ってくださいね、見つけれないんで後からお見せしたいと思います。はい、ではまず説明から。本日はね、そうです、幼病について説明していきたいと思います。で、どういった経緯からね、なんであるんかっていうのお話なんですけれども、元々僕、県農協 JA さん、はい、農協さんの方からね、苗を購入させていただいてるんですけれども、そこの原をやってあると思うんですよ。で、そこからある網室、親株を作る場所からこう農協さん、県農協さんに来て僕らの苗に行き渡ってる部分ですね。で、その経緯の中の苗床、網室で異様病がちょっと多発してるみたいで、網室から来た苗が僕ほとんど来てるみたいで、親が異様病やったらやっぱり子もね、異様病になりやすいてか、まあなってはいるんですけども、そういった経緯でこの動画撮らさせていただいているところでございます。うわぁ、うるさなってきた。ほんとね、苗買ったのに、もともとが病気持ってたらね、どうしようもないんでね、まあ、対策等はまた従来のいちご農家さんがしてくれると思うんですけれども、こういったこともね、僕も経験初めてなんで、ちょっと困ってるところでございます。はい、奈良県のことが JA 買われてる方は結構困ってるんちゃうかな。なんでまあ、そうなってもね、仕方ないんで、対処法説明していきたいと思います。まず、幼病とはどんなものかっていうことなんですけれども、この感じ。まあ、小さい葉の大きさが不揃いになる、葉が黄色くなる。まあ、この2点が、まあ、メインなんですけどね。後で実際のものを見せていただければと思うんですけれども、本当に創生っていうのもちっちゃくなって、くしゃくしゃってなってるのがね、結構目立ってるところかなと、個人的には思います。伝染源なんですけれども、土壌、汚染から、前年の植物、残作っていうのかな。まあ、いちごで言うと、親株からの残りで長く依存、まあ、遺伝っていうのかな、していくんで、で、こういったので、今、発生しているところでございます。この6月のね、乾燥してきたら、まあ、6月やったらまだいけるんかな。乾燥してきたらね、発病するみたいなんで、この梅雨では収まると思うんですけれども、夏、でも乗り越えるところで、ポツポツ出てくる恐れがあるっていうことです。まあ、ランナーを使って、ここから今、親株育てているんですけれども、それの子孫、太郎、次郎も伝染によって感染していくんで、対処法としては土壌の乾湿、身を痛めないということが一番重要になってきます。はい。なんでまあ、寒冷舎かけたり、水を切らさないってことが必要になってくるんでね。なんで今、ポツポツ出てくるんですけれども、これからボンボン出てくるかもしれないんでね、皆さん注意してください。今回はね、でも身を痛めないっていう、そもそもよりも、もともとの親がね、伝染してる状態なんで、対策としては特にないんですけれども、恐ろしいですね。まあ、軽く説明させていただきました。で、もう、異様病が発覚してしまったら、たった一つです。
はい、ランナーをつながっている苗を含めて除去、汚染した土、残砂が飛び散らないようにもう撤去するしかないですね。ランナーカットとかね、これ後8月とかしていくと思うんですけど、それ混ざった時にね、ポンポン持っていくと土壌そちらでも感染経路になり得るんで、ね、来年の。なんでもう今ちょっと順調よく見えてる苗でも怪しいなって思った苗はね、もうチェックして、今やったらね、まだ余裕あると思うんでね、そちらを発見次第は撤去っていうのが一番もう対策としては一番必要なことではないかなと思っております。でほとんどがね、コトカから出てるみたいで、ところどころ僕もピックアップしてね、怪しいのはチェックしてるんですけれども、そのこんな感じで、ちょっと歯抜け、親株がないところもあります。まあでもそれは社内ですね。今年からね、新規収納でされてる方も結構大変やと思いますわ。はい。じゃあね、実際見つけたんで、親株見ていきましょうか。はい。これはもう撤去っていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい、こちらの株ですね。何がちょっとおかしいかっていうと、まあ、そんなにねクシュクシュまではなってないんですけれども、やっぱ新芽見ていただいたら、ほら先ほど言ったチェックポイントの一つ、葉っぱが小さい葉とかまばらである。ちょっと黄色っぽいでしょ、これ新芽が。まあ肥料足りてないだけで、その原因によってクシュクシュになってる場合もあるんですけれども、それはねよく似た症状なんで、ほら新芽全部黄色いし、でこういったのもなんかツヤがないというかね、そういった理由でちょっともうかわいそうですけども、除去させていただきました。こういうのが全然綺麗なんですけどね、やっぱりこれでも置いとくと増殖してって、まあ、20株くらいになった時に後々ほんとめんどくさいんで、かわいそうですけども除去していただくように皆さんの補助でもお願いいたします。ごめんよ。一個異様病見つけちゃうとね、もう全部が全部なんか異様病っぽく見えてくるんで、本当辛いですわ。その分ね、対策としてもう一個あるんで、それもお伝えできればなと思います。はい、対策としましては、いい苗あったと思うんですけれども、前回お話した通り、タロ苗っていうのを親株にしていただきまして、ここから正常な親株として新たに取っていく。今からだと全然ごちゃごちゃならないんで、こういう21センチポットに2つ植えていただいて、両方で取るっていうこともいいんかなと思います。去年は全部2段階育苗やったんですけれども、その苗だとやっぱり徒長もしたけど、全体的にね、収量も安定してたんで、やっぱり太郎苗から親株にして2段階育苗っていう方法もいいかなと思います。ただね、県農協の苗がちょっと4月ぐらいしかね、奈良県だと入ってこないんでね、なかなか太郎苗が大きくならないんですよ。全部が全部太郎苗だとちょっときついんで、ランナーあんま熱くなるとポトカって出てこないんでね、まあ、3分の1ぐらいかなの親株、太郎を親株にして取っていただく。正常な元気なやつをね、また選抜していただいて、あと病気のリスク、まだ苗の安定的な、確保っていうのもできるんで、そちらも試していただければなと思います。時期としてはね、やっぱり6月頭ぐらいかですかね、梅雨入る前、それがベストかなと。そっからだと大体去年でも僕6月ぐらいから植えて、まあ、15から20ぐらい苗取れたんで、はい、ちゃんと水やって育ててあげれば、そういった方法、対策、リスクヘッジ、リスク対策っていうのも必要になってくるかなと思います。スピードポッター、これも買っちゃいました。結構便利です。2万円ぐらいしますけど、この9センチポットすぐ集まるんでね。やっぱこの辺のところにちょっと灌水チューブ引いたんですけど、これもう苗多すぎて下まで行ってないんですけど、これどうしようかなって思ってるところ、こっちだったらね、なんかまだ地面と平行なんですけれども、カタツムリポットもこんな感じで水出るようになりましたわ。いいでしょう。これもね、またちょっとお伝えできればなと思うんで、楽しみに見てください。ぐらいかな今日は。はい、また雨なんで今日は帰りたいと思います。ほんと自己栽培してるといろんなことありますね。でもそれもね、ピンチはチャンスだと思って、はい、経験として普通にねやってると面白くもないんでね、ハプニングも、楽しみながら農業やっていきたいと思います。皆さんもね、はい、こんな落ち込まず奈良県の皆さんやっていきましょう。こんな感じでした。いよいよについてですね、怖い病気ですけれども、
お疲れ様でございました。農業したい、面白い、思いました、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。